はいどうもポッカメです。こんなところにトンボが止まってますね。このトンボなんか太くね。塩辛トンボとかと比べると明らかにお腹が太いですね。腹が広いトンボ。そう、このトンボの名前はハラビロトンボです。ハラビロトンボ。ハラビロって言ったらハラビロカマキリが有名ですが、ハラビロトンボもいます。分類的には塩辛トンボにやや近いです。お腹の形以外はよく似てますね。ハラビロトンボは北海道南部から九州に分布してます。浅い池とか湿地の近くでよく見られるトンボです。この近くにも池があります。北海道とかあと関東の一部では絶滅危惧種になっているらしいんですけど、基本的には特に珍しいトンボではなく、都市部でも水辺に行けばよく見られます。トンボって言ったら秋のイメージもありますが、ハラビロトンボは春から出てくるトンボです。今は6月ですがよく見かけます。全長は4センチくらいの塩辛トンボよりは一回りちっちゃい小型のトンボです。名前の通り幅広いお腹が特徴的ですね。メスはこのように黄色っぽい色をしていて、黒い斑が並んでます。複眼も黄色っぽい色をしていて、足は付け根以外は黒色をしてます。基本的に似ているトンボはいなくて見分けやすいと思います。九州南部から沖縄にはオオハラビロトンボっていう近縁種も生息しているみたいです。九州や沖縄に行ったら見てみたいですね。あれもハラビロトンボかな。特産の先っぽに止まってますね。なかなか絵になる。こっちはまだ若い個体みたいですね。幼虫はもちろん水中で生活しているヤゴなんですけど、成虫になってからもしばらくはオスメス同じような色をしてます。この辺りは塩辛トンボと同じですね。というわけでオスが成熟するとどうなるのかというと、いました、あれがオスです。体や複眼は黒っぽくなっていて、塩辛トンボと同じようにお腹が青白い粉を帯びてますね。メスよりはちょっと細いかなといった感じですが、他のトンボと比べるとやっぱりお腹が広いです。オスは縄張りを持っていて、この近くから逃げようとはしません。こうやって水辺の植物に止まって縄張りを守りながらメスを待ってる姿をよく見ます。塩辛トンボよりは少しシックな色合いが非常に美しいですね。というわけで今回はハラビロトンボを紹介しました。個性的な姿をしている面白いトンボなんで、皆さんもぜひ観察してみてください。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。